皆さんこんにちは、改造車ジャーナリスト通知パフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは土方店長です。よろしくお願いします。今回紹介する車はこちらです。マクラーレン 600LT ということなんですけれども、はい、今回土方さんいろいろ事情聴取をしたいと思います。なるほど。はい、はい、まあ、土方さんの場合基本的に車両販売担当ということで。そうですね、基本的には、うん、今回はカスタマイズ紹介ということは、はい、お車もご制約いただいたお車ということで、うん、その通りですね。そういう認識でいいんでしょうか。大丈夫ですということで車も購入していただいて、はい、なおかつ今回カスタマイズさせていただいた車の紹介ということ で 600LT ですよ。そうなんですよ。伝説のロングテールじゃないですか確かにこれ予習したら、はい、40の、GT とか、はい、あとは993の GT2 とか、うん、と戦った、うん、もうマクラーレンの伝説的な車 F1、 あれがなんかルーツにあるんですよね、ロングテールって。そうですね。はい、でまあ、そこに戦うにあたっては GTR 出てきて、まあ、その辺を無双して、はい、でその後911の GT1 が出てきて、はい、でそれをさらにまくるために、うん、その GTR のエボリューションモデルとして出てきたのがロングテールということで、はい、だとんでもないこう伝説の車をルーツに持ってる、うん、まあ、ネーミングというか、そうですね、スペシャルモデルですね。なので他のまあメーカーでちょっと例えるのが難しいんですけども、まあ、いわゆるスーパーカーのまあスペシャルモデルということで、うん、それをもう大胆にカスタマイズということで、やっぱりこう映えるじゃないですか、そういうスペシャルモデルって、はい、プラスアルファこうエアロがついてたりとか、うん、いろんなところが違ったりするんで、はい、まあ、なんでそのカスタマイズの部分触れていきたいんですけども、うん、その前に色がこれどうしたんですかすごくないこれ。これ色はこれラッピングじゃないんですよね。違いますよ、純正色です。なんとこれ純正色で、はい、この紫色のもうギラギラのメタリック、はい、まあ、イギリス車全般こうメタリックとか強めじゃないですか。そうですよね。で、うん、なおかつ塗装面に関してもこう表面が割とこう強めというか、うん、表面に近い状態で塗装されているってことなんで、うん、まあこのシルエットにこの色が映えるなっていう、最高ですね。もうなんかお手本みたいなスーパーカーじゃないですか。本当ですね。でも一応カテゴリーとしてはスポーツなんですよね、うん、はい、マクラーレンの、マクラーレンのもうスーパーカー通り越してる気がしますけど、うん、でこれと 600LT の造形がこれエグすぎると思うんです確かにね。僕個人的には570もちょっとこうシルエットで言ったらスーパーカーの中でもこうちょっと一歩こう出てるかなっていうぐらい特徴的なスタイリングじゃないですか、うんうん、それにプラスアルファして 600LT なんで、うんうん、もう車外エアロかっていうぐらい、このいやすごいですよね、この造形がね。だこれノーマルでもなんか相当こうカスタマイズされてる感、はい、まあ、そんな感じのエクステリア、うん、これがまずすごいなと。でこれを今回さらにいじってるということなんで、うん、そうなんですよ、まあ、基本的にはもうこのシルエットなんで、うん、あんまりこういろいろプラスアルファでつけたりとかっていう感じじゃなく、ローダウンとタイホイールなんだろうなと思ったんですけども、うん、やっぱりその辺で落とし込んできてるということ で、はい、見ていただきましょう、うん、なんと今回タイホイールを交換しちゃいましたということで、こちら BC フォージドの、うん、これ去年出たモデルですよね。そうです、まだ新しいですね、はい、こちらをなんと装着しているということで、でこれがまたこう何ですか、うん、今までの流れとちょっと違うデザインだなっていう。そうなんですよ。なんかこれなんかオーナー様と話した時に、じゃあこういろいろ考えて BC フォージドで行こうかって話した時に、もうオーナー様と僕とこれがいいよねって言ったのがまさにビンゴで、あ、そうなんですか。同じホイールで、はい、割とこう個性的ではあるんですけど、はい、なんかこのフランジがこう厚く取ってるのが、はい、最近のなんかメルセデスの AMG モデルとか、うん、あれにちょっと通じるところがあったりだとか。そうですね。あとはアメタンでも2ピース、うん、アウターリムとインナーリムの2ピースのパターンの場合だとここ厚く取られるじゃないですか、はい、ドエルブなんかもそうですけど。そうですね。それをなんか彷彿とさせるデザインだなっていう、はい、うん、アウターリムとインナーリムの2ピースじゃないんですよね、はい、実は、うん、なんとこのリムとディスクの2ピースということで、うん、そうです。ここがだからディスクなんですよね。そう、実はでこのちょっとだけ見えてるのが、うん、このリムの部分。そうですね、はい、だからこれ言わないとわからないぐらいこう複雑な組み合わせになってるというか、うん、なんか不思議な感じですよ。確かに、はい、だから写真でカタログでしか見たらいなかったので、画像でしか実物どうなんだろうっていう不安もありつつ、こう楽しみもありつつ入荷をしばらく待っていたんですけど、まあ、入荷したと同時にこのオーナー様にも見ていただいて、まあ、まあ想像以上に実物が良かったんで、すごく喜んでいただけて。雰囲気めちゃいいですよね。めちゃくちゃいいですね。だと一点ちょっとこれ物申したいのは、はい、BC のホームベージュの、うん、写真が、うん、なぜかこうバイカラーみたいになってるんですよ。そうなんですよね。
だ実物と、うん、だからそのカタログ写真とだいぶイメージ違うなっていう、はい、そうですね。そして今回フィニッシュはこれブラッシュドベースの、そうです、チョイスモーク的な感じなんですかね。はい、基本的にはブラッシュドグレーでオーダーしてます。なんですけどブラッシュドなんでだいぶグレーというよりもシルバーに近い色味になってますけど、車とのマッチングはいいかなと思います、ね、なんかこう金属感透けてるんで、マクラーレンのこのメカメカしい感じとすごくマッチしてるな、はい、そうですね、はい、うん、そしてこの厚く取ってるこのフランジの部分もこう、うん、はい、しっかり削ってあって、そうですね、はい、うん、こう飽きのこないデザインになってるのかな、はい、であとこれもう一個気づいたんですけど、うん、これピアスってダミーなんですね。ダミーなんです。なんかワンピースで、うん、ダミーピアスがついて、うん、2ピース風とか、うん、3ピース風ありますけど、ありますけどね、本当に2ピースなのにダミーのピアスボルトがついてるっていう、うん、この辺は BC の遊び心なんですかね。そうだと思いますね。だからリアルにピアスボルトは裏にちゃんと打ってあるんですね。そうです、そうです。これしかも黒なんですね。そうです。これはあえての黒なんですか。あえての黒です。こんな感じになってると。あれ、これインナー同色っすか。そう、これは、はい、だってこっちでしょ、はい、黒ですよ。あ、そっち黒い塗ってあるんですか、うん、それは見えないように。見えない、うん、これもだから結構好み分かれるところじゃないですか。そうですね。中まで見せちゃうのか、はい、それともまあ中は暗くしてディスクを強調したりだとか、はい、あとは汚れないように黒くしたりするパターンなんかもありますけど、うん、今回はこっち側の内側黒くて、でもここの出てるところはディスク同色ということ、うん、そうです。これ結構だから詳しく見ていくといろいろやってありますよ、はい、そうですね、はい、だから結局 BC のカタログ見るとこっちシルバーでここがゴールドだったりとか、はいはいはい、そうなんですよね。でそのバイカラー の、はい、使い方、車のボディカラーによってもいいと思うんですけど、組み合わせが逆に難しくて、うん、そういうこともできますよっていうことで多分掲載されてると思うんですけど、そう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 、意外にこうシンプルな組み合わせにするといろいろ選択肢というか幅が広がるのかな、うん、そうですね、はい、うん、そしてあとはセンターキャップに関してはこれ飛び出るタイプですね、はい、そうです、飛び出るタイプです。センターキャップもいろいろあるんですよね、うん、へこんでるタイプ、へこんでるタイプとロゴが違うタイプだったり、そうですね、まあ、この辺今回かなり今度、うん、車の造形もそうだしこのディスクの造形もかなりマッチしてるかな、うん、はい、こんな感じの組み合わせ。これは、はい、うん、だいぶこう遊び心もありつつ、うん、まあ、新しさもありつつ、あとは BC フォージドって、うん、まあ、もちろんその高額ではあるんですけど、うん、正直アメタンほど金額的にも貼らないじゃないですか、うん、だからこう純正ホイールを取っとくっていう意味はかなり大きいのかなって、うん、そうですね、それもありますね。うん、難しいですけどホイールだけを強調するっていうよりも、特にこういう車ってたまにポルシェの方もいらっしゃいますけど、 BC でこうホイールだけ、スッチが言うように純正は置いときながらちょっとカスタムオンリーワンを作りながらっていうのを、まあ、こう一石二鳥的な感じでやれますよね。そうなんですよね。まあ、決して安いとは言わないですけど、はいはい、まあ、純正ホイールがもうすごく高かったり、特にこの辺のスペシャルモデルって純正ホイール1本買おうと思っても結構な値段したりするじゃないですか。まあまあ高いですからね。なのでその辺を、まあ、保管しておく意味もあるのかな。そして今回タイヤはミシュランのこちらのタイヤということで、はい、それは245-3020、寝方に関してもちょっと引っ張ってる感じが、やんちゃな感じが、でも行き過ぎてない感じで、そうですね、いいかなと思います、はい、そして車高もこれローダウンしてるんですよね。してます。今回はノビテックのダウンサスですね、はいはい、そしてあとは、はい、うん、事前に教えてもらっちゃったんですけど、はい、この辺が間に合わないんですよ。間に合わないですよ。オーダーしてるんですけど、はい、缶全体でカスタム紹介取らせていただけたら最高だったんですけども、ね、ここはなんか塗る予定で。そうです、純正のエンブレムを取り寄せしてちょっとスモークをかけて貼り直したいっていう前後左右をちょっと考えてます。でこれじゃあこのオレンジ色も消すってことですか、うん、完全には消さないです、はい、もうなんとなくスモークをかける感じです。なるほど、はい、で原品をもちろん外して塗るっていうこともできなくはないですけど、そうですね、まあ、大体はもう用意していただいて、そう、貼り直しがねなかなかうまくいかないとちょっとね残念な感じになっちゃうんで。藤川さん、はい、いいですか、うん、見逃しました、うん、しっかりここ、ね、前で言ってたのにね、はい、いやでもそのぐらい一体感あるなっていう。そうですね、はい、違和感なくここと、うん、こっちも塗ってある、ね、そうです、フィルムですね。あ、これフィルムなんですか。そうなんですよ、全部フィルムで施工してます。元に戻そうと思えば、はい、剥がしていただければ全然いけるっていう前提でやってます。でマクラーレンまたここが絶妙な色なんですよね、はい、そうなんですよ、黒じゃなくて濃いめのガンメタというか、うん、なんでまあ今回はそれに合わせて同じぐらいのトーンにしてあると、はいはい、でまあ、この辺もいろいろさじ加減多分できると思いますので、うん、そうですね、まあ、他の車で落とし込んでもいいのかなと。あ、まあ、車によっては結構目立つ。そうですね、特にまあマクラーレンのバイクはテールランプが赤くないんで。そうなんですよ、
結構こうグレー系だったり黒系だったりっていう風なまとまり方の車なので、そこだけ赤が存在してるって突然出てきてる感ありますか。そうなんですよね、はい、でこの辺の調整なんかもできちゃうということで、まあ、お気軽にご相談いただければと思います。はい、じゃあ最後にありますけれども、はい、今回お車のご制約と、うん、プラスアルファカスタマイズってことなんですけれども、そうですね、これどんな車でも一緒にご相談いただければ、うん、もちろんもうかっこよくしてご納車っていうのも可能ですので、はい、ぜひご相談いただけるといいんじゃないかなと。であとは、はい、もちろんその車両をお申し込みいただいて、うん、別に車買ってないとカスタマイズできないっていうわけじゃそんなこと全然ないので、たまに言われるんですよ。あ、そうですか、はいはい、なんか持ち込み OK なんですかみたいな。もちろん車両のパーツの持ち込みは、まあ、そのケースバイケースだと思いますけども、はい、車両のお持ち込みに関しては、うん、車両持ち込んでいただいてカスタマイズなんてもできますので、はい、お気軽にご相談ください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。